レオン・ジリスは、第二次世界大戦中のドイツ国防軍、ついで武装死に兵隊に勤務した、ワロン人義勇兵で、レオン・ドグレルに続く、ワロン人義勇兵、第二の騎士鉄十字章受章者。また、1941年から1945年に、かけて、ワロン人部隊が従軍した、戦線すべてに参戦した三名のワロン人義勇兵の、うちの一人としても知られる。 最終階級は、SS 中尉1913年2月11日、ジリスは、ベルギー王国、ワロンチーキ県、NO 州、グダンヌに生まれた。高校卒業後は、金属加工業行員や、広告代理業者として働き、1935年、レオン・ドグレル主催のカトリック系、反共ファシズム政治団体であるレックス等に加入した。 1941年8月、ドイツ軍の指揮下で、ソビエト連邦と戦う、ワロン人義勇兵部隊、ワロニーが創設されると、当時28歳のジリスもこれに志願し、一兵卒として第一中隊に配属された。これまでの人生で、軍隊経験がなかったにもかかわらず、ジリスは、厳しい訓練に耐え、また、東部戦線に出征してからはその秘メダル勇敢さを、 存分に発揮した。まず、1942年2月28日の、グロモバやバルカの戦いでは、その活躍によって二級鉄十字章を授与され、同時に、指揮官としての素質を有していると認められた。続くドネツの戦いでは一個分位体を指揮し、敵に対するその勇敢さによって軍曹へと昇進した。さらに、章隊長として参戦した同年8月の、 コーカサス戦線、チェリャコフの戦いでは一級鉄十字章を授与された。もっとも、この戦いでは、その勇敢さが、アダとなったのか、両足に重傷を負って約1年間の入院を余儀なくされた。1943年9月、負傷から回復したジリスは SS 総長として、SS 突撃リオ団、バロニエン第5中隊の対戦車砲招待の指揮を任された。 同年11月、旅団と共に、ジリスは、東部戦線のウクライナへ出陣し、翌1944年2月のチェルカー水、包囲戦では、第5中隊、第2小隊を指揮して、ソビエト赤軍の包囲網を突破した。その功績が認められ、ジリスは1944年3月1日付で、SS 連隊付け士官候補生へ昇進し、4月20日付で、 SS 商议へと昇進した。1944年2月からエストニアにおいて始まったナルバの戦いは、1944年7月末の時点におけるナルバ市の放棄という形でドイツ軍の敗北に終わった。これによって現地のドイツ北方軍集団はナルバ市西方のタンネンベルク戦に交代し、迫り来るソビエト赤軍を迎え撃つ体制に入った。 こうして、風雲級を告げるエストニア戦線には次々と増援部隊が送り込まれ、チェルカスイー戦後にその損害を回復していた第後、SS 義勇突撃旅団、バロニエンにも、一個大隊をエストニアへ派遣するよう命令が下った。1944年7月末、第五 SS 義勇突撃旅団、バロニエンは、新兵と歴戦の将校、歌手間で構成された。 総員452名の1個戦闘団、リュエル戦闘団、またの名を、バロニエン戦闘団を編成し、エストニア戦線へ派遣した。この時、ジリスが指揮を取る対戦車砲小隊は、同戦闘団、第4位中隊に配属されていた。1944年8月19日、ジリスは、同日に行われた、パツカ村攻撃で戦死した、バロニエン戦闘団。 第二中隊長マークウィレム SS 少尉に代わって、第二中隊長となり、22日まで、タルトゥ南部のコンブ周辺における激戦に参加した。1944年8月23日午前0時30分、タルトゥ南西部においてジリスは、対戦車砲3門、迫撃砲、兵員を不人させた。しかし、夜明けと同時に、 ジリスは自分たちの周囲にいたはずのエストニア時系部隊がいつの間にか撤収していること、同時にソビエト赤軍部隊がタルト南 10km 地点のレモネスティ目指して進軍中であることに気づいた。対戦車砲招待昌兵の個々の戦闘によってジリスたちは敵の方位を突破したが、その途中で対戦車砲一門を撃破されてしまった。 1944年8月23日、タルトゥ南部の三角地帯がソビエト赤軍の手に落ちかけている頃、ジリスはタルトゥ南西に位置するノのノリガタルトゥ海道を保持せよとの緊急命令を受けた。すでにソビエト赤軍の先方部隊はタルトゥ北西部にまで進出し、北と南からタルトゥ市を攻撃するためボーラにおいてレンバッハ川を渡っていた。 ジリス率いる対戦車砲正体は戦いながら、ボーラまでたどり着いたが、そこで彼らは攻撃準備中のソビエト赤軍戦車10両と直面した。同日午後2時、攻撃を開始したソビエト赤軍戦車部隊に対し、ジリスは残っていた対戦車砲2門を指揮して、敵戦車3両を撃破したものの、敵戦車の王射によって対戦車砲ごと吹き飛ばされ、 一時的に失明した。しかし、すべての対戦者法と己の視力を失ってもなお、ジリスは、正体の生存者を指揮し、ついに敵戦者の進出を許さなかった。この功績によってジリスは1944年9月6日に、レオン・ドグレルから騎士鉄十字小受章の推薦を受けた。そしてジリスは1944年9月30日に、 騎士鉄十字章を授与され、同年11月9日付で SS 中尉に昇進した。1944年9月18日、第 5SS 義勇突撃旅団、バロニエンは、命令によって SS 義勇敵団兵士団、バロニエンに昇格し、同年10月19日に、第 28SS 義勇敵団兵士団、バロニエンと解消した。 1944年11月30日、聖アンドレの守護聖人の記念日である、この日、騎士鉄十字章受章者、ジリス SS 中尉は、グローナウの兵舎に集まったレックスと亡命者を呼び、整列した、ワロン人義勇兵たちの前を更新した。第 28SS 義勇敵団兵士団、バロニエンにおいてジリスは、同士団第 69SS 敵団兵連隊第、 6中隊、ついで対戦車両兵大隊第一中隊の指揮を任された。1945年2月初旬、同師団は東部戦線のポメラニア戦線へ鉄道輸送され、シュテッティンで下車した。1945年3月6日、シュテッティン東部のシュタルガルトがソビエト赤軍の手に落ちた時、近郊のリュボフにいた。 バロニエン師団第 69SS 敵団兵連隊、第2大隊は、ソビエト赤軍の奇襲を受けて壊滅した。しかし、第2大隊と共にいたジリス率いるグループ及び、対戦車両兵大隊、第2中隊長、アンリティス戦 SS 中尉率いるグループだけは辛くも、壊滅を免れた。1945年3月12日、 バロニエン師団の中でこれ以上先の見えない絶望的な戦闘の継続を望まない生存者を解放する決定がなされ、彼らは戦線の後方へ退いた。その一方で戦闘継続を希望した者たちは第 69SS 敵団兵連隊第愛大隊長アンリ・デリクス SS 隊を指揮官に据えた一個戦闘団デリクスを編成し、 シュテッティン・アルトダム共闘法へと向かった。騎士鉄十字章受章者、ジリス SS 中尉もそのうちの一人であり、ジリスは、デリクス戦闘団、第三中隊の指揮をとり、3月16日から19日に、かけて繰り広げられた、アルトダム共闘法防衛戦に参加した。それから約1ヶ月後の1945年4月20日、シュテッティン南方、オーデル川西岸の、 小さな町、シラースドルフへの反撃作戦において、第 69SS 敵弾兵連隊第3、中隊長、ジリス SS 中尉は進撃するソビエト赤軍を巧みに、待ち伏せし、同連隊の第1、第2中隊がシラースドルフへ到達できるようにする、役目を務めた。1945年5月3日、ジリスは、バロニエン師団の生存者、約400名と共に、 シュベリーンでアメリカ軍へ投降した。アメリカ軍に投降したジリスは、1945年6月、他のワロン人義勇兵たちと同様に、ノイエンガンダメ強制収容所の跡地に送られ、そこからベルギー本国へ送還された。そして、対独協力者を裁く裁判においてジリスは、懲役20年の刑を言い渡された。 1977年3月24日もしくは28日、ジリスは、ベルギー王国ブリュッセルで亡くなり、騎士鉄十字章を受章した3名の武装親衛隊、ワロン人義勇兵のうち最初に死去した人物となった。64歳没。レオンジリス SS 中尉を撮影した第二次、世界大戦中の写真はこれまでに数点、確認されている。 1941年末から1942年初頭にかけての冬、ロシア南部の雪原で、戦友に10名と共に撮影された、写真1944年2月、チェルカー水砲維人脱出直後に撮影された、写真1944年9月30日、岸鉄十字章受章時に撮影されたと思われる写真。 SS 小位の襟症と検証を着用し、騎士鉄十字症を廃用し、カーテンの傍らに、後ろでの姿勢で立っている。昇降用の製帽をかぶり、武装親衛隊の迷彩スモックに身を包み、騎士鉄十字症を廃用している写真白い、シープスキンのジャケットを着用し、STG-44 を傾向している写真、白いシープスキンのジャケットを着用し、 地面に伏せて、STG-44 を構えるジリス、SS 商用、左側から撮影した写真白いシープスキンの、ジャケットを着用し、STG-44 を右肩に背負い、占有4名と共に撮影された写真他の2名は、レオン・ドグレルとマルセル・ボニベル。セオ・ベルデー・ム・ラレギオンアロニー P308、エディ・デ・ブレナ マーク・リクマン・スポエル・フォー・レックス・フォー・ベルジャム、レオン・ド・グレル・ワローン・ポリティカル・ミリタリー。コラボレーション1940から1945、P275 ハット・エルンスト、キュンター・クラッヘマー・ダイ・リター・クロイズ・トレジャー・デア・バッフェン、SS、P718、エディ・デ・ブレナ・マーク・リクマン・スポエル。前傾書、P132 元。 ノルトラインベストファーレン州、ボルケン郡にある、グローナウカ、ゲンニーダーザク選手ヒルベスハイム郡にある、グローナウカは不明。エディデ・ブレナマーク・リクマンスポエル、前継書、P138 道場、P244 に掲載されている、1945年1月10日付の SS 牛敵団兵士団、バロニエンの指揮官票を参照。セオベルレーヌ前継書。 P308 及びエルンスト、ギュンター・クラッヘマー前継所、P718、エディ・デ・ブレナマーク・リクマン・スポエル前継所、P203、レオンド・ドグレルは1994年4月1日に、ジャック・ルロアは1996年8月5日に死去した。同情同ページによれば、ジリスは、あと1日多くの白兵戦に参加していれば、 白兵線、賞金賞を授与されていたという。同書のキャプションによれば、レオンギレ、SS 賞尉1944年2月初め、ベロセリエ製法の残豪で MP、MP-44 を傾向しているところを、撮影したものとあるが、自立が SS 少尉に昇進したのは、チェルカー水砲維人脱出後の1944年4月である。さらに、 STG-44 は1944年2月、当時の SS 突撃旅団、バロニエムには支給されていなかった。同ページのキャプションによれば、他の資料では1945年のポメラニア、戦線における撮影とされているが、 1944年11月9日に SS 中尉に昇進したジリスが以前の階級である SS 商尉の階級賞を1ヶ月以上も着用しているのは不自然として、同書の著者はこの写真が1944年秋に撮影されたものと推測している。ありがとうございます。